はい、どうも、アビドゲーマーです。はい、今回の動画はですね、次回やる固有縛りキャリアのね、チームが決まりましたんで、そのご紹介ということで、ちょっとね、撮っていきたいと思います。はい、で、まだ固有追加アップデがね、来てないので、まだキャリアの方はね、先になるんですけども、まあ、固有追加リストの動画が先に上がると思うんで、そんな後になるので、まあ、もうちょっと先ですね。はい。なんで、まあ、皆さんにこうコメントいただいたりとかですね。まあ、参考にさせてもらおうかなと思って、コメントいただいたりとか、あとツイッターの方でもね、投票させてもらったりとか、まあ、皆さんからいただいたコメントの中で、プレストンだったり、サンダーランドだったり、シェフィールドユナイテッドだったり、リーズだったり、いろいろね、チーム行っていただいて、非常に、ありがたかったです。はい。で、あと、投票の方もね、ツイッターの、QPR が、結果的に一番多く投票いただきまして、うん。で、その中からね、選んだりしようと思って、いろいろと考えてたんですけども、まあ、一番ね、チーム選びが苦労するのが、まあ、イングランドかなと思ってます。はい。で、まあ、いろいろと悩んで、で、まあ、どうしようかなと。チームだけ決まらないなとなって。この動画撮るちょっと前まではね、シェフィールドユナイテッドでしようと思ってたんですけど、って感じになりまして。で、まあ、自分がずっと、この YouTube を始める前から、FIFA シリーズでやってた、キャリアでね、やってたチームがあるので、そこにちょっと原点に戻ろうかなという感じでちょっとやろうかなと思いまして。で、まあ18の時にはね、ちょっとやらなかったんですけども、まあやらなかった理由があるんですけど。で、今回はね、ちょっとやれるので、ちょっとやっていこうかなと思いまして。で、今からね、そのチームをちょっと見てもらいたいんですけども、はい、イングランド2部のね、ブラックバーンで、ちょっとやっていこうかなと思います。で、18の時ね、ブラックバーンは、3部にいたので、チームメンバーだったりとか、いろいろとね、ちょっと選ぶのに苦労したので、やらなかったのもあって、で、2部に復帰してくれたので、やりやすいなと思いまして。ね、ほんと動画撮る前はね、ずっとブラックバーンでやったりしてたんです。なんか好きなんですよね、ブラックバーンが。うん。最初の頃はね、バーミンガムが好きだったんですけど、もうここ最近ブラックバーンが一番好きですね。で、ユニフォームもね、結構いい感じで、創設当時のね、ユニフォームに戻ったらしく、色合いがですね、ホームの方が。で、すごくいい色合いだなと思って。で、まあ、ほんと、原点に帰るじゃないですけど。で、目標も何もね、まだ考えてなくて、どうしようかなと思いまして、と思いまして。まあ、とりあえず一部昇格はね、基本なんですけど、その後、どこをゴールにしようかなと思って、まだ考え中です。チャンピオンズリーグ出ることが目標なのか、リーグ優勝なのか、もちろんチャンピオンズリーグ、もちろんというかね、チャンピオンズリーグ優勝を目指すのか、非常にちょっと悩んでまして、今。どうしようかなと思って。チーム決まったら決まったよ。その目標をどこに置こうかっていうことに悩み出しまして。で、チームもですね、サブから上がってきたばっかりなんで、こういうフェーズのね、選手たちも、能力的にですね、一番高くて75なんですよね。本当サブから上がってきたチームっぽいね、チームメンバーでやっていこうかなと思いまして。なんで非常に面白い選手たちがいますね。はい。で、まあ、アップできてないんですけど、メンバーの方がもう決まっているので、うん。カーディフからも入れてるし、フラムからも入れてるし、あと、ウルブスからも入ってますし、あと、ほとんどが初のメンバーですね。で、僕といえばっていう選手も一人入ってます。はい。18から見て、もらっている方にはね、おなじみの選手が入ってると思うんですけども。はい。
まあ前回のエストレマドゥーラの時と一緒の選手は誰がいるだ、ちょっと見てみましょう。ですね、センターバックのベドナレクと白サバのビッチと、あと補強で取ったディアスぐらいですね3人ですね。あとはほとんどあの初のメンバーですね。そうですね。で、まあ、能力が低い選手が多いので本当に一部上がれるのかなっていうよね、メンバー構成してるので34人います今回。はい。で、まあ、しっかり育ててね、チームレベル上げていこうかなと思いまして、はい。なんで、次回のキャリアは34人でまずスタートします。はい。でそこからね、まあ戦力的にうんって感じのね選手はちょっと売らせてもらったりとかして、でその資金を元手にね、補強だったり若手のレンタルだったりベテランの補強だったり契約切れの選手だったりをね補強していこうと思います。なんで、できる限り現実に近い感じで今回やっていきます。なんで、メンバー構成もね3部から上がってきたチームっぽい感じでねリアル感出していこうかなと思います。はい。なんで次回のキャリアはブラックバンドやっていきます。はい。ねえ、まあ久々に喋ってるんでね声のトーンが低いと思いますけども、あんまり気にしないでください。はい。キャリア始まりだしたらねしっかりとね大きい声出してやっていきますんで。はい。ではまあアップデートが来てないんですけども、次回のキャリアブラックバンドやっていきますんで乞うご期待ということで、じゃあね、バイバイ。